太陽の声エステバンは日本のスタジオピエロとフランスのディクによる共同制作のテレビアニメである。1982年制作の SF 冒険アニメで1話28分、全39話である。アニメーション制作はスタジオピエロ。第7話からフランスのディクとの共同制作となり、当初なかった SF 要素の強いメカニックを登場させる路線変更が行われた。 日本では1982年6月29日から1983年6月7日にかけて NHK 総合で放送された。フランスではアンテンヌニの子供向け番組レクレエニ内で1983年9月28日より放送された。1998年4月6日から1999年1月4日にかけて NHK 衛星。 第2テレビジョンで再放送された際には、フランスからプリントフィルムを逆輸入して、音声を再アフれコしている。これは、オリジナル VTR を NHK が契約切れと共に消去してしまい、権利元の MK カンパニーも、原版を紛失してしまったためであり、主人公、エステバン以外の声優は全て変更されている。2008年に、フランスで、 レミステアユスシーテスドールの新作の企画が発表された。アングレームのブルースピリットによる制作で TF1 系列の子供向け番組ドフにて2013年に第2シーズンが2016年に放送された。16世紀マゼラン隊の世界一周から10年後。スペインのバルセロナで育った少年エステバンは10年前に彼をナンパ戦から救った航海士 面倒さの誘いで、その時行方不明になった父の手がかりでもある黄金都市を探しに新大陸へ旅立つ。自分と同じペンダントを持つインカの少女、シアやムー大陸文明の英知を受け継ぐ少年タオと出会い、共に旅を続けるが、彼らは黄金を狙って先住民を蹂躙するスペイン人や黄金都市の真の宝であるムーの大いなる遺産を狙う。 オルメカ人の陰謀と戦うことになる。本作では、オルメカ人は、太古にムーとの戦争で友倒れになった、アトランティスの末裔とされている。生殖能力を失っており、滅亡回避のために他民族の若い細胞を集め、老化を遅らせる薬の効果を最大限発揮できる機構を作るために、黄金都市の大いなる遺産を狙っている。ドクトル、淳平のなるほど。 百貨製制作スタッフ上記の本放送当時の制作スタッフクレジットに加えて再放送時は以下のクレジットが追加された。全楽曲、作詞、悪友作曲、王のカツオ、歌パル、路線変更の思わぬ効果、太陽の声ステバン第18話、大コンドルの秘密より、アニメ101983年2月号、VTR 映像で原版が制作されていた。 前回までのあらすじ、次回予告、解説コーナー、ドクトル、淳平のなるほど、百科など減損しないために割愛されている。太陽の声エステバンフランスで、新テレビシリーズ企画ただし、原作から用いたのは、歴史、地理的背景や主要人物程度であり、SF 要素等は、アニメオリジナルである。NHK みんなの歌からいつかどこかで、 あなたに会ったパル2021年3月24日、閲覧。ありがとうございます。